さあ始まりましたジョックロックプレス、ジョックロックの福本優勝です。優勝です。バーガーキング、さあすごい声出た。はい、ということでウルトラマンみたいな、今日はバーガーキングを食べます。食べるだけ。はい、食べまーす。ありがてー。いやーね、このバーガーキング千日前店がオープンしまして、マクドナルドからバトンを受け継いだ。うん、おー、あれ、ん、そうだろあれとかやめてほしいね。ありました、こういう時ね、ストロー、うん、不安になるからね。はい、あ、僕ジンジャーエールで。はい、僕コーラ。はい、いや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 、面白い。見てこれ、面白いって、うん、こぼれないようになってんだ。面白いいですねこれね。あ、この絶対こぼれ、うん、あ、怖い。でも怖い、ちょっと怖いけどね。ようやらん、うん、はい、まずはコーラからまずは飲み物からいくか。オッケー。いやー、かけるライブ終わりでね、はい、打ち上げですわ。腹が減ってるんで、いきます。おー、来ました。来ました。どう、今日のかけるライブ早いって受けた？いや、まあまあ良かったんじゃないですか。うん、駆け抜けた。ほぼ酒やわ、ジンジャーエールは。違いますよ、ほぼ酒。違います。はい、ということで、あ、そこまでしっかり分けてくれる。おお、ポテトだ。いや、いいね、太めの。素晴らしいね。太いのと細いのの間、ここにちょっと冷静と情熱の間のような、ここでちょっと凍って、お前が発案したかのように言うけど、はい、俺が配置してるんだよ。すいませんね、ちょっとポテト見えないかもしれないです。すいませんね。確かに見えねえな見えた方がええか。まあまあまあ、こうしてた。お前が、ああ、それこう食い取る。しっかりね、バーガーキングさん。なんかね、こうやって食べた方がなんか、うん、なんか所作が綺麗に見えるみたいなのがありますよ、ね。あ、そうだ、ね。逆の手で取るみたいな。なるほどね。こっちかゆいときはこっちで買うみたいな。そうそう、セクシーになるみたいな。はい、ポテト。素晴らしいね。実食するか。あ、早速もうポテトから。うん。実食。てて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 てれれ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 歩きながら行く途中で、うん、で受け取って、うん、こう来たら6時59分だったんで、完璧な暑さ。だから劇場の楽屋を出るときに僕は言ったですよね。え？もうそろそろ行きますか、バーガーキング。ああ、コンさん、まあちょっと早いけどなって言ってましたけど、うん、でもお前がもたもたしてたからな、注文決めるのにモバイルオーダーでこうスマホ片手に、お前何するっつって、いやまあどうすかねとか、完全に行ってから注文する感じで。まさか俺の一緒に注文してくれると思ってなかったんで。そりゃそうでしょ。お金借りました。マクドもバーガーキングもファーストフードでね、うん、モバイルオーダーを使わない人のこと俺は情弱と呼んでるんで。情弱、情報弱者マクドで並ぶのは本当にアホらしいですよ皆さん。別にその時間も楽しんでるからええやん。楽しくねえよ。ただね、これね、モバイルオーダー、うん、マックカードとか使えないんですよ。なるほど。吸い出せないんですよね。これがね、なんか俺マックカードは全然カード弱やん。じゃあカード弱者、うん、溜まってるんですよね。もうカード、正直今日ここで言うのもどうかなと思ったんですけど、え、今日のお昼2時、うん、ビッグマックセット食べました。バカじゃねえの。これね、今日ここでバーガーキングを食べるっていうのは2週間前から決まってたんですよ、う
で今日も別に忘れてたわけじゃなかった。うん、分かってました。今日夜ビッグバーガーキング食うなぁ思いながら、まあまあええかっつって、うん、昼どうしよう、まあええか。これがもう本当に理解できない。逆に面白いな。1日に2個違うバーガー食うことはあんまないから。こういう人がね、多分借金とか重ねると思う。うわーでかい、でかー、ワッパー、ワッパー S ということは、ゆうじろくんのスパイシーの S、 スパイシーワッパー。なんで先に言うんだよ、ネタバレ。まあ俺がその溜めてる時に先言うのやめて、うん、いや言いたなるんですよね、この人溜めてたら。やっぱりね、やばいですよ、やばい相方やね。はい、これは、ワッパーのこれ T って書いてるんですね。うん、何の言えよ。これは知らんかった。照り焼きだよお前。あ、その T ない、知らんかった。せっかく足を上げてんのに取ってくれ。うわ、見てください、うわうわ、これね、でかっ、やばくないですかこれ、重っ、重さ本当なんかもうエロいかも。エロくはないやろ、エロくはないやろ。グルメ漫画ってやっぱちょっとエロく描くやん、なんか。直撃の相馬とかな。そうそうそう、あれエロい、うん、あれ人はエロいけど飯はエロない。いや飯もエロエロい。いただきまーす。うーわでっか、うん、うまっ、俺の顔ぐらいやわ。うまい、いただきます。あ、うまい。照り焼きって感じがあんましないですね。あ、でもだからこれあれや、マクドの照り焼きはこのバンズ、うん、じゃあパテか、パティ自体にもう照り焼きソースがもう染み込んでる感じですよ。これはもうなんかここに入ってる、うん、マヨネーズのように入ってるから、そこに当たらないと照り焼き味がしない。うまっ、うん、あ、うまい、うん、でかいね、やっぱね。でかい。ワッパージュニアじゃないんでね。ワッパーシニア。ちょっとスパイシーですね、やっぱね。あ、そう、うん。これでね、まあ、もちろん、クーポンを使わせてもらったんですけども。はい。なんと、うん、照り焼きワッパーセット本来ならお値段940円のところ、うん、クーポン使って690円。じゃあ安なるやん、250円引き。引きすぎ、引きすぎ。だいたい50円ぐらいやんね、マクドとかさ、うん、10円とかやん最近。あ、ほう、クーポンの引いてる、なんかシェイクが140円か130円とか、セットもまあ5、60円けど、バーガーキングさんはねめちゃくちゃ引いてくる。スパイシーワッパーセット。これ940円が、うん、710円。むっちゃ引くやん。安い。これクーポン使ったらかなり安いですよ。うまい。うん、スパイシーのとこがかなりうまい。スパイシー部分。うん。スパイシー部が。これ出ますね。何が？うまままま。いや、出ました、うまままま。出てしまった。はい、これだけは出たくなかったんだな。これで迷ってんのは、まの数でうまさを表すかどうか。うまうまだったら、うん、そう、うまうまま、うまままうまままま、うまままは嫌やな。うままま、いやですね。うまま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 まとかね。なるほどね。うん、いくらでもできますから、これでいこうか。ロケ。うん。ま、うん、10個ですとか俺が言った方がいい。あ、いいですね。いい。あ、今のいい。うん。じゃあやってや。うわ、これは、これは、うまま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 まあ、10個です。出ました、すごいですよ、10個はみたいなね。最悪。最悪ではないや。最悪。合ってたか今、もう一回やって。
うまま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 。うまま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 。あ、8だった。全然やないかい。まあこれをどんどん調整してテレビの方でかけていきたいんですよね。一旦一人やってもらっていい？俺がおらんときだけ。ないやろそんなん。お前のピンのテレビ仕事の時だけでちょっとやってもらって、お前がピンでテレビで飯食う時あったらちょっとやってくれる？やりますけど。やってくれ。俺がテレビの前で数えとくわ。なんでやねん。あ、まあ箸や。テレビの前で数えとくから。ただのいい視聴者やねん。皆さんゆりよく約束してくれたんで。全然やりますけど。これは交互期待。わあ、これ袋がね、なんかこう。綺麗になるね。ん？こんなにまっすぐならなくないですか？普通。うん。このしかも、素材がツルツルしてるから、あんまり汚れにくい。確かに。これさ、ヨーグルトあるやん。はい。あの4つ入りのヨーグルト。はい。パキって割って食うやつ。うん。あれもダノン。うん。まあ、ダノンじゃなくてもいいねんけど、うん。もうさ、この蓋をめくるやん。で、この蓋のこの裏側、うん。部分。すべての液体を弾くの知ってる。ヨーグルトやんか。え、蓋に裏についてないの？ダノンかなんか。ああ。でさ、あんまりひっついてないから、おかしいなと思って、そのヨーグルトをさ、スプーンですくって、ボタン垂らしたら、プンって丸になる。すご。その、葉っぱの上の水滴みたいな。マジ？全部弾く。ヨーグルトが？そう。全部あの素材にしたらええのにな、傘とか。高いやん。高い傘はそうなんちゃう。高いやろな、これは。うまっ。うまいな、バーガーキング。やっぱバーガー1日2個余裕でいけるわ。昼から夜。気持ちが嫌じゃない？まあ、たまにはこの日があってみたら。帰りに今一応、ドラッグストアでビタミン買おう。最近切れちゃったか。結構昔の話になりますけど、一回この YouTube で、うん、役所工事になろうで、裕次郎がカバンに仕込んでた。何だっけあれ、ビタミン D とか B とか。あれはビタミン B かな。とんでもない色になりました、ションベンが。真っきっき。12粒ぐらい飲んどったもんな。マジで怖かった。ほんまにこうなるんやな。マジで危ない。ちょうどそのジンジャーエールみたいな色やったわ。なんでそんなんよ。いやいやいや。なんだ今。この人なんか犯罪してるやろ。僕最近人生においてかなり大きい変化がありまして。はい、何ですか。僕癖でご飯食べるとき。うん、もう三角食べとかもしないし、なんなら一種類ずつずっと食べて、うわ、で途中水とか全く飲まんかったんですよ。最後に流し込むみたいなんで。おるわ、たまに。なんか水で一回リセットするのが嫌やなと思って、っていうか。美味しさを。うん。やってたんですけど、これって、あ、多分便通にこれが良くないんかなと思って。なるほどな。なんか中で固まって最後にビューンって喉、水が入るだけで。これを混ぜて体の中で、そしたら便通良くなるんちゃうかと思って、うん、最近試してて、やっぱ毎日、まあ前よりは出やすくなった感じです。その割にはトイレこもってるけどな。まあね、長いんですよ。前よりはマシかなって。だけネタ合わせしようと思って探したらうんこしてるからな、こいつ。うん、しっかり中で混ぜる。うん、腹の中へ。次はウェンディーズでやろうかな。あるやん、ウェンディーズ。どこに？あの広場あるやん、うん、みんなの広場、うん、エディオン、うん、に行く道ある。あ、ファーストキッチンじゃん。あ、ファーストキッチンか。ファーストキッチン食ったことある？わあ、一回やるかないかやな。俺ないわ、一回も。バーガー全国制覇するか、ファーストキッチンとか。奥野のバーガーとかも。それ入れ出したら全国制覇無理よ。
うわここのタレうまいわ。ここのタレ店ってどうなんだよそれ。うん、うまい。食べたくなってるでしょ。うん、昔ね、千日前にあこのビッグカメラの近くにバーガーキングがあったんですよ。うん、あったな。うん、結構でかい。ナンバーのビッグ半地下みたいな。いや全然違う。いや半地下みたいになってなくて、ああそう、席がちょっと階段、半地下とロフトみたいな、うん、このちょうどのとこが一個もないやつで、まあ、そこでだけじゃないですけど、バーガーキングの食べ放題っていうのをやってて。ああ、言ってたな、なんか。そう。1500円かなんか、払ったら、うん、バーガーをおかわり自由。レグに。30分やったかな。でも、オニオンリングかポテトかどっちか選べて、で、おかわりするには、それも全部食わなあかんっていう。うん、っていうのをやったんですけど、うん、ワッパー、2個食って、もう二度と食いたくないと思いましたね。三つはいけんな、あれ。二が限界やろな。三いったらもう楽しくない。うん、てか、でかい。普通に一でいい。いやー、うまい。マジボリュームあるわ。でも今7時やろ。うん、寝る前絶対腹減るわ。確かにな。ヨーグルト食べよう。うん、この後何撮る？何撮るかな。今から大急ぎでフレッシュネスバーガー行くか。後編もう一個は食えるけど1日3バーガーは人生でないんじゃない。ないなぁ。今もマクドナルドで誕生日祝ってる人っておるんかな。あった。そんな誕生日マクドはないなぁ。なんかマクドでやってんで、ね、マクド側で。ええ、写真とか貼り付けたりして。ああ、ケーキ屋さんとかでさ、外なんかあの黒板みたいなね、ちっちゃいやつ、うん、学校に今日誕生日のお友達みたいな書いてるノリ知ってる。あ、そうっすよ。多分予約入れてる人やと思うんだけど、ね、誕生日ケーキの。もう個人情報の時代やから。いやでもほんまそうかもな。でもマクロこのあれは輪っかの飾りみたいなあんなんつけて子供たちの誕生日祝うみたいな憧れやったら結構。あんな今考えたら、追加料金とかあったんかな？貸し切り料金みたいな。え、でも、そんなすごないよ。マクドでそんなやってくれんの。貸し切り？貸し切りっていうか、そのなんか、全然、勝手にやるみたいな感じじゃないで。店側も全面協力みたいな。やっぱマクドとかってなんかもう、やっぱアメリカやからさ、はい、俺的にはテンションもなんかクリスマス的な感じだったな、マクド行くたびに。まあマクドはかなり豪華な、うん、嬉しさというかクリスマスのテンションになった。なんかハッピーセットとロースカツバーガーとかで行ってたな毎回。ロースカツバーガーよく食ってましたねマクド。兄ちゃんが食ってたから。そんなんあったね、うん、マイナーバーガーじゃんそんなん。あーロースカツバーガーごめん、モスやろ。モスや。テリヤキバーガーぞ。チーズバーガーハッピーセットとか食ってたかな。ハッピーセットね。ハッピーセット何やった。何やったかな。なんかね、俺らの世代は結構そのマクドのキャラ自体が結構押し出されてて、うん、もうあんま今おらんよな。知ってる？そのマクドのキャラたち。まあドナルドは多いやん。ドナルド以外は面白い。あの紫のさ、バーバパパの偽物みたいな知らん？グリマス見たらわかるかもしれない。で、なんかさ、
となんか黄色い鳥、これなんかこの飛行士のこの羽みたいにつけて女の子で黄色い鳥みたいなやつとか、ポテト三姉妹みたいなちっちゃいなんかこのポンポンするやつのこのやつみたいな、んでその中で思ったのがちょっとダークヒーローみたいな、多分解決ゾロのパロディやねんけど、なんかこの黒のハットでこう目がその黒のタートルズみたいな、黒でこう黒の鉢巻き、目鉢巻きみたいなで目見えてて、で横のしましまでハンバーグラーっていう名前ってさ、結構好きやったやん、ちょっとかっこいいやん、なんか、ワルみたいな、まあ結構ワルもんやねんけど、CM とかでなんかみんなからそのバーガーパクってそういうとこ懲らしめられるみたいな、ちょっとバイキンマンみたいな、最近なんか高校の時やったかな、単語帳あるやん、この英単語で勉強してたらバーグラーっていう単語が出てきて、囚人って意味やってんやん、横島のあいつはハンバーグとかけたハンバーグ囚人やん、それ高校の時に気づいた、あいつ囚人やったんやってハンバーグラー衝撃やったな、ほんまに悪者やん、そう普通に犯罪者脱走してきてる、そいつがなんかマクドのなんかさポスターみたいなこんなしててさ、やばいよな、やから俺もやったよなって思ってたら、近年あれダンディ坂野さんがハンバーグラーになってなんかゲッツみたいなする CM してた、なんか存在消されてなかったよってハンバーグラー、囚人やぞバーグラーってやばいよな、アメリカやからこんなん囚人の感じ、アメリカやったら今こそなんか消されてそうやけど、だから存在消されたもんですよ、まあポケモンとかはね、俺らの世代はちょっとちゃうから、もう普通にシンプル車とかドラえもんとかな、ドラえもんはあったんやったら、それか映画の付録と混同してんのか、バーガーキングってマクドの話ばっかしてるな、バーガーキングやのに大分なかったのかな、いやないかもな、もう知らんかったもん、大阪も数少ないからな、難波に2つあるけど、昔からあるんすか、いやでもそれこそそのビッグカメラのとこで、なんかちょっと増えて、心斎橋のとことかどっかできて、でもなんかどんどんまた潰れていって、で最近また増えてる、あこの阿波座のなんか商業施設、フレスポ阿波座やったかなんかにも入ってて、バーガーキングがあったらやっぱ嬉しいな、何せ安いし、苦悩性、気づいた方いるかもしれないです、僕めっちゃ噛むんですよ、自分で見て驚いたんですけど、めっちゃ口動いてるでしょ、そんなお前の口元注目してないからさ、やっぱお腹とかあんまりね強くないから、消化したいからちゃんと、でもうんこ出えへんやろ、噛まんかったらもっと出えへん、ああ最小限抑えられてはいるんや、俺は着替えるのは遅いけど食うのは早いんで、昔バイト先の元自衛隊の人に自衛隊入れるでって言われたから、そんなに、うん、俺弁当とか食うのバリ早いから、早く食おう思えたら食えるんですよね、いや俺は食おうと思ってるから早く、ああ自然に早いから、これはもったいないなとも思っちゃうんですよ、早く食ったら、うん、楽しいから食う時間がああずっと口の中に入れときたい、 Eat is fun Yes お菓子とかも、映画とか見ながらポテチとか食うじゃないですか、いやゆっくり1枚ずつ、1枚を半分にしてみたいな、それはわかるけど、映画まあ尺が決まってるし、早終わったらね暇になるから、それも暇つぶしなんですよ、食事は、うん、よう言うけど人生は暇つぶしっていうなんかおもんない文言、そりゃそうやろうけど、ああまあ思ってたより回してもたな、まあまあまあこんなかかるんや、飯食うのに、まあまあ時間かけすぎか、ほんまに普通のいつものペースで食ってたわ今、たらこんなかかった、まあやからこれからまたちょっとね食事シリーズ、へえ、へえ、どうした、ええ、まあなんかデリバリーとか、ピザとかね、なあお前殺すぞ、いや殺すな、ゲホゲホ言いやがって、殺すなよ、うるせえな、生理現象やから、
はい、ということで、はい、以上バーガーキングでした。また何かの食でお会いしましょうということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はあ、膨らむわ。